皆さんこんばんは。JRP テレビジョンよりお送りいたします、国家非常事態対策委員会司会の立花健三です。それではいつものコメンテーターお二人をご紹介させていただきます。まず空手道本庁武道総本庁の総裁でいらっしゃいます長道院大閣総裁、そして、ノンフィクション作家、国際ジャーナリスト、そして革命家として命を張ってこの世界日本のため世界のために、相変わらず頑張っていただいておりますベンジャミン・フルフォードさん、はい、カナダから無事にお帰りになりました。はい、それでは本日はですね、まず総裁の方からは米朝会談の行方、それからベンジャミン・フルフォードさんの方からはマレーシア の首相が変わりまして元の首相に戻っていろんなことがまたいろあの調査に入るということで、マレーシアの飛行機事故墜落っていうんですか、あれ撃墜なのか、その辺についてベンジャミンさんの方からお話をいただきたいと思います。それともう一点、アメリカのこの何ですか、貿易の紛争についてまたその点も詳しくあのベンジャミンさんの方からお話をいただきたいと思います。それではベンジャミンさんの方からよろしくお願いいたします。そうですね、まずずっと前からね、隠れた内戦が欧米の権力の中にあって、でその一環は実はね、マレーシア370便が入ってるんですよね、うん、あの飛行機はですね、表のマスコミでも謎というね、こうレッテル貼られてるけど、みんな分かってる人は分かってるんですよ。でここで繰り返し言います。なぜかというと、マレーシア政府が今度それ正式に発表すると聞いてるんですよ。でそれが正式発表になると結構なことが起きる可能性あります。でまずこの370便の説明をしますと、その飛行機は最初から墜落してないと、中国がずっと前から半導体技術はどうしても手に入れたい。今ね、いっぱいそのコンピューターとか家電製品を作ってるけれども、85% の半導体輸入もの、主にアメリカ、日本などからですよね。で独自で作りたいために、フェアチャイルドセミコンダクターというその分野では、その結構、最初から入ってた、企業の、スタッフをスカウトしたんですよ。その人たちが中国に行く予定だったけれども、わざとマレーシア370便にという名前の飛行機に入れられて、アメリカのディエゴ・ガルシアというインド沖の、まあ、インド沖というアラブ沖の基地に連れて行かれたんですよ。その中から電話もあった。もうそれ全部これ分かってる人分かってる、これは事実なんですよ。もう今更その細かい証拠をここでは出さないけれども、全然はっきりしてると。その後その飛行機が、テラビフ、イスラエルの空港で撮影されたんですよ。その後フロリダに来ました。フロリダでは原子爆弾が搭載されて、でその飛行機が今度、オランダにあった核サミット、首脳20人が入ってたサミットの現場に飛ばされたんですよ。そこから、オランダで上陸して、名前が17便に変えられてウクライナに飛ばされて、そこで撃墜されたんです。その中になんかすでに死んだ人たちに遺体いっぱい詰められて、で今度ロシアと戦争を煽るような工作に使われたけれども、これをやった連中が今までこういうことやりたい放題だったけれども、マレーシア政府が正式にこれを発表するとなると、この首謀者たちで、この人たちが今大手マスコミの管理とかトランプ政権を攻撃している人たちですから、この欧米権力最高峰の、権力紛争に大きな、疑惑になるんですよ。その人たちの最終的な突き落とし、こう引きずり下ろしにつながるかどうかっていうのを僕は見たいところなんですよ。とにかく欧米の権力の最高峰に、大量殺人犯がいるので、その人たちを下ろすのはその世界人類の急務なんですよ。
そのために僕も頑張ってる。この人たちもちろん、311や911みたいなこともやってる連中ですから、もう永遠に世界権力から追い払うのは、人類の義務だと僕は思ってる。とにかくその、370便がしばらくどう発表されるかの見たいところなんですよ。で、あとはトランプがですね、相変わらず貿易アメリカの、年間5000億ドルの貿易赤字について一生懸命頑張ってるけど、特に中国と の, あの頑張りで、でも彼が面白いツイートしましたけれども、要するに既存の枠組みでは無理だと。要は、仕組みそのものを変えなきゃならないから。で、それ場合によってアメリカドル、日本円、ユーロなどのその含む世界の金融仕組みそのものの再起動につながる可能性大いにあるから、これもすごい歴史的なことになるかもしれませんけれども、要はアメリカの貿易赤字と米ドルが密接な関係あるんですよ。アメリカが米ドルを使うのをやめる以外はこの問題解決できない。米ドルをアメリカが使わなくなると、戦後のその仕組み全体を組み直さないといけない。で、今それをあの組み直しの時期が来ました。で、その、問題が夏に向けて今度、まあ、エスカレートするんですよ。この世界 の, その、まあ、権力の紛争がまだまだ終わってない。こう今悪の枢軸である、僕から言われる悪の枢軸というのはテラビーブ、ニューヨーク、それからベルギーでね、EU 本部、あそこのところどうなるかっていうのはこれから大きく、決まる。で、それとまあ大きく関係しているのはやっぱり北朝鮮の金正恩と、トランプの、シンガポールでの首脳会談で、それについてちょっと総裁の意見聞きたいですね。うん、今前おっしゃったその世界の支配体制の一つのまあ、地殻変動があることは間違いないから、うん、ドル、円、ユーロ、パンド、まあ、こういうものがそれどこに加わるのかと。ユーロで世界が統一できるわけではなしに、ドルはもう限界が来てるし、それじゃ円が世界統一は絶対できないだろうし、それを金融支配体制、我々が言ってるのはこれはやっぱりIMF や BIS やそういうものを管理している人たちはやっぱりニューコートでしょ。ニューコートはドル、ユーロ、ポンド全部なくして多様なコインに変えようとしてるのは間違いないと思うんです。コイン化にすると、デジタル通貨でそれを数多くの通貨を発行さすと、これが国単位じゃないわけ今度はね。だから、うん、これグローバル経済になっちゃうけど、ここにそう、あのそこでやっぱりね、うん、あのニューコートとか、まあ、ロスチャールなどの連中がですね、あの黄金がないから黄金の権利を持っているアジア勢に対抗するために今暗号通貨に力入れてる。で、あのあとさっき言うの忘れたけれども、ユーロは特にこれから揺らぐんですよね。あのなぜかというと、イタリアで反ユーロ政府が誕生しました。で、その、イタリアの新しいイタリア政府がですね、財務大臣としてその、ユーロに反対する人物を入れようとしたら、その、イタリアの大統領、本当はあのただその飾りにあるはず大統領、要はあの権限がないはずなんて、それ却下したんで、あのヨーロッパ内部の内戦がこの、イタリア政権絡みで再発する。でユーロ体制はどうするかっていうのが揺らぐ。それも大きな問題。要は イタリア問題が、あの反ユーロ政権が誕生したことによって、EU の揺らぎとユーロの揺らぎにあのつながる。でギリシア危機とは桁が違うというのは、イタリアの経済はギリシアの経済の11倍大きい。だから、簡単に解決できる問題ではありません。それもこれからニュースにあのどんどん出る問題になります。
そうですね。今の、まあ、イタリアの問題は、はい、いわゆるこの五つ星と北部同盟とが連立を組んで、そして反ユーロの首相を決めてマッタレナが大統領が潰したと。で今度は IMF の理事を今度は首相にしたけども、これはまた潰れたわけだから選挙やり直さないか、選挙やり直しになるだろうと私は思うんですよ。選挙やり直しか、大統領の引きずり下ろしかで、旧体制の引きずり下ろしかっていうのは、要は政権がな持ってないなのに、その政権がやろうとしてることを止める勢力だから、これはちょっとね、自分たちの枠を超えてるんですよ。アメリカ国内でも同じ、トランプが大統領なのに猛反対する連中が、連日のようにマスコミで非難する。僕はね、先週カナダに書いてたんですよ。でカナダの、まあ、兄弟、ね、弟がこうあまりニュース見ない、こう表のニュースしか見ないけれども、トランプの話したら「わあ!」だって、もうトランプやだやだやだって言って、でどうしたの、なんか理由を挙げてくださいと。理由は出てこないのよ。要はもう感情的にトランプがこうひどいっていう、そのプロパガンダでこう感情だけになって、でも理由はってなると出てこないのよ、不思議なことに。だからまだそういう人たち大勢いるのは自覚しました。自分の家族にもいるからさ、うん、なるほどね。そうですね、ございませんか。特に今は大丈夫ですか、米朝会談の首脳会談についても。今日ね、ラブロフが平壌に入ってるわけで、ね、はい、でイ・ヨンホと話し合いするわけだが、やはりこのロシアが出てくる、そして中国が出てくる、朝鮮半島は一つになる、ここで我々が日本の国家は非常事態になるということなんですよ。これ重要だと思うんですよ。だから今までの一つの東西の枠組みとか、それから米韓安全保障とか、こういうものがですね、もう風前の灯火、影が薄くなってきたわけです。だから米韓じゃなく韓中韓ロになるわけです。だからこの韓が今度は消えて統一朝鮮になるわけです。朝鮮中国、朝鮮ロシアになるわけです。朝鮮ロシア、朝鮮中国という三国が朝鮮半島の支配権を持った場合に、在韓米軍はもういらない。2万8000人今おるのがもういらないわけ。陸軍だけやけどね、これは。これはもう陸軍だからもうそのまま体が移ればガム行こうかどこ行こうかですね。で日本には陸軍おらないんですよ。で日本は海軍と空軍だけになってるわけ。これが沖縄と座間や横須賀やその横田におるわけですよ、三沢に。だからこのいわゆる体制は日本にとってははっきり言って非常事態体制をもう引かなきゃいかんと。だから本来はこの朝鮮半島の統一は北東アジアの平和に結びつくという考え方は、日本だけは平和に結びつかない、北東アジアと日本の関係、いわゆる朝鮮半島と日本の関係は非常に戦争に近づくこの環境になっちゃう。それをいかに日本が防ぐか、この非常事態を乗り切るためにやるかというのは、外交と科学技術抑止力と世界最大の債権国としての経済抑止力以外にないわけですよ。しかしその経済抑止力も科学技術抑止力も決して今いい状態じゃない、ね、どっちか言えばちょっと遅れている。だから必死に国を作り直して、
備えあれば憂いなしで備えを作らなきゃいかんという、はい、非常に重要な局面に私は来てると見てる、うん、はい、まあもともとほら朝鮮、北朝鮮の政府を作っていた人たちは第二次世界大戦の、まあ、関東軍の残党なんですよね。でこの人たちが日本がアメリカに占領されたから日本に帰ってもしょうがないから、降参しない日本を北朝鮮で作り直すという試しをしてたんですよ。だからあの人たちから見ると未だに日本は占領されている国で、その、戦後のそういう奴隷政権をどうするかということも考えてるはずなんですよ。だから日本だけ呼ばれないという今の日本政府だけが蚊帳の外っていう、問題はそこから出てるんですよ。要は、朝鮮半島問題プラス戦後の日本の在り方、要は日本も朝鮮も独立するかどうかっていうの本当の議論の、焦点になるのは僕は見てます。そうですね、先ほど総裁が指摘されましたように、統一コリアが出来上がりますとまさに韓ロ韓中そして日米という構造になって、まさに代理戦争が起こるのにはもうぴったしの状況ですね。危険性はまあ高まるわ、はい、うん、まさに今国家非常事態に、直面 しつつあります。ちょっと待って、はい、どうぞ。戦争はないけれども、ほらこれから交渉するにあたって怒鳴り合いがある。日本の在り方はもう議論される中ではそういう威嚇があるけど、戦争はありえないからね。その辺は確かに、またイスラエルの潜水艦がね、朝鮮沖で見つかって、またなんか、衛星実験を起こそうとしててパクられたから、もう多分イスラエルも潜水艦ないんじゃないのこれで。要はもう向こうが戦争をおるような工作はだんだんとできなくなってる。でこれ表で確認取れることとして、ドイツは今機能する潜水艦一つもないと。でイスラエルの潜水艦みんなドイツ上がりなんですよ。これね、みんな理解してないけど、イスラエルはナチスが作った国家ですから、でドイツとのもう密接的な関係は持ってたんですよ。だからその潜水艦もなくなって、その第三次世界大戦煽る道具がなくなったから、それ今までなかった状況ですから、まあ裏を分かる人みんな分かるよ。この問題を起こしている連中が今追い詰められてると。でイスラエルのネタニヤフ総理も今なんか地下アジドで隠れてるけども、絶対に狙われてるから、犯罪者男。その辺のも含めてこの世界の在り方変わろうとしてるからね。なるほどですね。まあ日本においては法律が通用しない国家と現在ではなっている、まあ、そのことも皆さん方はもう本当によく理解していただいていると思います。ご視聴いただいている、そして今全国津々浦々にですね、自分たちの手でなんとかこのインターネットテレビを作り、そして立ち上がってこの世の中を少しでも、あるいは我々の食べ物をこう健康なものを食べるようにしようということで、いろんなところで立ち上がりがあってるように思います。例えば長崎方面でしょうか、九州ので、そちらの方でバクロス TV とかっていうのをお作りになられて、なんか皆さんから250万ぐらい集められて、主婦の方が今なさってるということでございますし、それはまあ食とかね、本当に子どもたちがすくすく健康に育つようにとかっていろんなことをなさってます。ぜひ皆さん方の力をいずれ結集して、いろんな地方で頑張ってらっしゃる方いらっしゃるかと思うんですけども、ぜひこの JRP テレビジョンの方にもご連絡をいただき、みんなで力を合わせて、それこそ大同団結ではないんですけども、そのような皆さんの力を集めてですね、この国に圧力をかけて、この世の中を少しずつこの国家非常事態をいい方向に向かっていくようにしたいと思っておりますので、ぜひ皆様方も情報をいただき、また質問の方をベンジャミンさん総裁の方にも今後ともいただければと思っております。
ユーロジアの一員である。